あとはそうだな、どうも赤ちゃしです。今日はですね、この前の長崎の旅の帰りにイオンモール福岡というところに行ってきて、初めて GU の大型店舗に行ってまいりました。そこで GU キムジョーンズコラボ自分の目でねしっかり見たんですけども、やっぱりね何が違うかなと思ったら、オンラインで見るのとやっぱり全くね印象が違うなと、もう最高に良かったなっていうのが第一印象でございました。じゃあ何をね購入したかって言ったら、 T シャツとりあえず2枚だけの購入になって、じゃあねなんで行きたかったかって言ったら、当然実際第2弾商品をね取って、これから何を買おうかなっていう風にいろいろね考えたりもして、そこで実際商品を着てみたり、まあサイズ感ですよね、サイズ感とかどうかなとか思って、まあ下調べも含めて、まあ結局僕オンラインで買うんですけども、まあその買う前までのこのサイズ感、色目だとかっていうのをね確認しに行ったと。そこで第1弾の残り物もお宝もなんかないかなと思って行ったんですけど、あんまりねなかったんですよ。ただねこれありました。これ僕が気に入って購入してなかなか買えなかった香取慎吾さんが着たスウェットパーカー、こちらねありました。しかも M サイズありましたね。やっぱあるところにはまだあるんだなって。これはねオンラインで全然もう全然再販もされなくて、多分実店舗の残りっていう感じだったと思うんですけども、まあ、あるところにはあるなと思って、まあ、その感じもあって僕が欲しい T シャツだとか、まあ、そのあたりがないかなと思ったんですが、やっぱりなかったわけですよ。それで第2弾のこれもやっぱりねもう売り切れてましたね。全然なかったです。巾着でしょ、あとミニショルダー、まあ、あの店舗の大きさだとか地域にもよるのかな。これねいいなと思って、黒もあったら買おうかなとか思ってたんですけども、やっぱりなかったですね。でバックパックとかも全然なかったので、まあ、やっぱ小物関係人気があるなと思いましたね。で第2弾は比較的フルラインナップ全サイズ全色あったような気がするので、まあ、そこはねキム・ジョーンズコラボファンとしては良かったなとか思いましたね。じゃあ何を購入したかって言ったらこちらですね。こちらで T シャツの2枚ですね購入です。でプリントもですね、まず1つ目こちらです。はい、この前買った色違いです。やっぱりこのねデザインねすごくいいと思います僕は。で綺麗めにも着こなせるし、サイズ感の違いでストリートにも十分着こなせるので、いやこのプリント好きです好きです。で、前買ったのがちょっと噛みそうになりました。前買ったのがこの白で、今回だから白とネイビー、このデザインかなり気に入っております。もしかしたら黒も買い足すかもしれませんと。で、もう一つこちらです。これねオンラインで見るよりむちゃくちゃ良かったです。こちらこのプリントでホワイトの方を選びました。黒がですねかっこよかったんですけども、ボディが黒でプリントが白で、これね白のねボディで黒プリントの場合、このサラサラのプリントなんですけども、黒ボディで白プリントはちょっとペタペタするプリントってあるじゃないですか。それだったのでちょっと購入見送ったんですけども、いずれもかっこよかった。で僕ね初めてね、買うとき気づいたんですが、ここにねキム・ジョーンズとプリントがされております。これ全然気がつかなかった。でこれはね僕すごくね個人的に懐かしいグラフィックだなとか思って、僕が若かりし頃ですねグッドイナフとかあの辺の裏腹系のブランドって結構こういうプリントってあったんじゃないかなとか思って、僕も、まあ、キム・ジョーンズコラボを買うまではそんなにね最近プリントの T シャツは買うことは買ってたんですけども、全部が全部じゃなかったと思うんですよ。ある程度無地に近かったりボーダーだったりっていうのが多かったんですが、このね最近のね僕のプリント好き、もうプリント好きはですねもうわちゃわちゃしてますけども、これとかもそうだし、今着ているのもそうだし、まあ、この辺もそうなんですけども、このねこの辺もそうだけども、プリントものはですね
最近もキム・ジョーンズコラボオンリーになってきつつあるんですが、この年になってまたねプリント T シャツ自分自身復活するとは思いませんでした。それぐらいねこの懐かしさがあるこのねグラフィック持ってこられたことはですね、オンラインで見るよりもう実店舗これやられましたね。すごくいい。でサイズはねこれを今回第2弾 L サイズ購入してるじゃないですか。で今回もこの2色じゃないこの2つはですね L サイズの購入でございました。で前回は M サイズ購入してるんですが、ちっちゃくはないんですよ。全然ちっちゃくはないんですけども、やっぱり夏になるにつれて少しね大きめの T シャツ、プリント T シャツが欲しくなっての第2弾の購入。これね本当に良かった。サイズ感ね、まあサイズ感はですねこの前着てるんで、まあ、同じなんで、まあ、今日はあえて着ないんですけども、ちょっとゆったりめのサイズ感非常に魅力的ですね。まあ、確かにJW アンダーソンのコラボだとかユニクロ U とかも少し大きめで着てるんですけども、プリント T シャツを大きめで着てもこの上品な感じが僕はねキム・ジョーンズコラボに関しては感じられるので、で僕ね実はまたオンラインストア、今オンラインストア GU のオンラインストアが1万円クーポンっていうのは発行されてるじゃないですか。事前に確かね実店舗でちょっとわからなくなったので、今アプリ見てるんですけども、期間中、4月27日から5月6日の間で店舗で1点でもお買い物をしてレジでアプリ会員でスキャンこうねピッてしてもらうと1万円クーポンが発行されると。でそれが5月の利用するには5月の8日から5月の31日まで使えますよと。ただし使う条件が結構ね GU にしてはねこうハードルが高いわけですよ。使う条件が1万円クーポンがオンラインストアのみで使えて、税抜き5000円以上のお買い物でご利用いただけますと。1回のお買い物につき1枚のご利用となりますということで、これね GU キム・ジョーンズコラボを買うには最適な買い方なんじゃないかなとか思って、店舗でね2枚しか買ってないわけですよ。で第1弾ねまだまだね実はね欲しくて狙っているものもあるので、それと第2弾を5000円、税抜きで5000円をなんとか調整して、1000円クーポン使ったり4000円になるでしょ。しかも店舗受け取りで購入したら送料かからないので、かなり安く買えるっていうことで、店舗でね2枚しか買っていなかったと。もうねそれを考えたらねワクワクが止まりませんよね。で実はね僕ね L サイズがねさっき言ったように夏になるにつれて L サイズが若干欲しくなってきちゃったんで、このねガーキン柄のこのネイビーはオンラインなかったんですけども、このホワイト L サイズ買い足そうかなと思ってます。あと僕最近オリーブだとかのカーキがいいんじゃないかなとか思ってるんで、これ確かありましたよね、カラー。それもね多分買っちゃいます。でパンツ類でしょ、まあ、そのあたりいろいろ含めてですね、まだまだ僕 GU キム・ジョーンズコラボの買い物続きそうですね。第3弾はさすがにないはずです。やっぱり6月から、キム・ジョーンズ氏もディオール・オムのねコレクションみたいな感じになっちゃうので、まあさすがに第2弾で終了かなと思って、まあそのあたりも計算しつつ欲しいものをですね追加購入していこうかなと思ってます。あとですねもう一番ね結構ね気に入ったのがこのアップルウォッチなんですけども、アップルウォッチでのクイックペイ決済がむちゃくちゃ便利ですね。クレジットカード出す必要もないし、クレジットカード出したとしてもこの暗証番号とか押す必要もないし、非常にね今回このアップルウォッチが役に立ちましたと。だから買い物要注意ですね、買いすぎに要注意でございます。でね、今回は今年の夏結構ストリート色強くなるんじゃないかなとか思って、ただ第2弾って結構綺麗めだったので、そのあたりもですねうまくこう取り入れつつファッションをね
昔からね僕言ってるんですけども、ファッションは最大限自由なので、正解不正解もないし、もう楽しく着ることが一番かっこいいんじゃないかなって思っているので、まあ、そのあたりも踏まえつつ、これから夏、まあね、秋冬迫ってきますけども、楽しみを見つけてですね、買い物の方したいと思いますという形で終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。パンツ類はね、第一弾ちょっと狙ってるものがあるのと、ナイキ ID 別注しました。